壱岐市で新春マラソン大会が開かれました。第36回壱岐の島新春マラソン大会は芦部町ふれあい広場をスタートゴール地点として開かれました。1キロの距離を小学生と保護者が一緒に走るファミリーの部や最も長いハーフマラソンなど14の種目に島の内外からおよそ1300人のランナーが出場しました。せっかく来ましたので、まあ、5キロを、ねまあ、30分40分かけてゆっくりと楽しみたいと思います。頑張るぞ、頑張るぞ。ランナーたちは新春の風を切り爽快に駆け抜けました。